県警察学校の卒業式が今日行われ、警察官としての基礎などを学んだ100人が新たなスタートを切りました。きょう卒業式を迎えたのは、初任課短期課程の101期生100人です。卒業生は今年4月の入校から、コロナ対策として外出が一度もできない中、 県内の治安を守るための基礎を学んできました感染症対策として保護者が出席できない中行われた式では卒業生の代表が及川博之学校長から卒業証書を受け取り警察官としての自覚と職務への思いを新たにしていました卒業した100人は県内27の警察署に今日配属され今後交番勤務などで 警察官としての第一歩を踏み出します。